こんにちは平石彩子です年が改まりいよいよ平成26年の幕開けですが皆さんはどんな新年をお迎えでしょうかこの番組では今年も三鷹市の市政の出来事や近況をきめ細かくスピーディーにお届けしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて今年最初のみるみる三鷹新春号では 清原市長に新しい年を迎えて、三鷹市政への抱負や思いなどについてじっくりと語っていただきましたので、どうぞお聞きください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 今年のえとは馬年ということで平成26年は飛躍の年になってほしいと思いますが振り返ると昨年はいろいろとスポーツ関連の話題が多かった印象でですすね。すね。そうスポーツ祭東京2013第68回国民体育大会そして第13回全国障害者スポーツ大会が開催され三鷹市では大沢総合グラウンドを会場に サッカー、ソフトボール、そしてアーチェリーが実施されました。障害者スポーツ大会でもアーチェリー競技会が行われました。全国から多くの選手の皆様、そして応援される皆様に来ていただいて、本当に嬉しかったですね。また、さらに嬉しかったことは、三鷹市生まれの三鷹市育ち、高橋優子さんがトライアスロン競技で優勝されました。 えー、高橋さんはトライアスロンすなわち、えー、走ることそして泳ぐこと自転車で、えー、競技をすることその3つが揃わなければ優勝できない競技で優勝されましたまた他にも三鷹市ゆかりの選手の皆さんが優秀な成績を収めていただいたことも嬉しかったです、はいえー、小学生も競技会応援に駆けつけてくれました。また。 三鷹市にお住まいになり小学校から高校まで明星学園で学ばれた増田太郎さんが国体の開会式でもまた障害者スポーツ大会の開会式でも見事にバイオリンのソロ演奏をされたんですね。増田太郎さんは視覚障害を、 お持ちですけれども本当に素晴らしい演奏で皆様に大きな感動を与えてくださいましたスポーツの力を感じることができた1年でしたねはい。三鷹市初の国体開催ということで、はい、かなり盛り上がったようですねそうですね、うん、さてそれでは年頭にあたり、はい、平成26年の三鷹市政の抱負などについてお伺いしていきたいと思いますがはい ただいま三鷹市では第4次の三鷹市基本計画に基づきまして都市再生とコミュニティ創生の2つを最重点プロジェクトとしてさまざまな取り組みを市民の皆様大学研究機関の皆様また産業界の皆様そして市役所が共同して進めています。はい、実ははは平成25年度は都市再生については大きな 進捗が見られました1つ目には2月に三鷹中央学園三鷹市立第三小学校の新しい校舎が完成いたしまして6年生最後の1ヶ月を新しい校舎で学んでくれましたまた3月には三鷹市公会堂光のホールが開館しまた建て替え工事が完成して 今までは別館と呼んでいたところは三三館と市民の皆様から愛称をいただいた建物も完成してもう本当に多くの皆様がご利用いただいています。はい、またですねあの私たちにとって待望の三鷹市立南部図書館も三鷹市新川に開館いたしました。 もう既に小さなお子様からご長寿の方まで図書館を豊かに使ってていいいただいています。そしてさらに大きな出来事ですが秋に新川防災公園多機能複合施設仮称の建設工事に着工いたしました、はい、平成28年度内の完成を目指して安全に安心して工事が進むことを願っています。 この都市再生の取り組みは、皆様に公共施設を安全に、安心して使っていただくことを願っての取り組みです。はいえー、私たちにとりまして、さまざまな活動が、えー、新しい施設で、えー、進んでいくこと、豊かになっていくこと、それが願いですね。はい。はい 平成25年は待望の主要施設やインフラなどが相次いで完成した1年でしたが、はいはい、今年は、新川防災公園など将来を見据えた大型事業が着実に進められていくそそそんなな年となりううです、ね、そうですすね新川防災公園多機能複合施設は、えー、いつもは元気、創造拠点として使っていただきそして、いざという時には災害対応の力を持った施設です。 保健センター社会教育会館そして福祉会館また、えー、子どもたちの発達を支援するセンター機能を持っていくことになりますので皆様が生涯にわたって元気にそして心豊かに過ごしていただくそんな拠点となるように進めてまいります。はい、そしてです、ね、て私たちにとってもう一つ大切なのが、 コミュニティ創生の取り組みです平成25年には三鷹市で初めて創設されました住民協議会であります大沢住民協議会が創立40周年を迎えましたまた最も新しい三鷹駅周辺の住民協議会が創立20周年を迎えました7つの住民協議会が 7つのコミュニティセンターを市民の皆様のお力で地域に根差した様々な活動をしてくださっているんですね、はい、また三鷹市はコミュニティ創生の取り組みとして地域ケアネットワークづくりを進めていますがこれまで井の頭地区、新川中原地区、西三鷹地区そして東部地区、連着地区で地域ケアネットワークが 発足していますがまもなく今年2月に駅周辺地区で地域ケアネットワークがスタートしますそして平成26年度中には大沢地区でもスタートして7つの地域ケアネットワークが揃い踏みということになりますまた事業者の皆様にも市民の皆様の見守りをお願いしているんですねすでに25の 事業者と三鷹市市が協定をを交わしましままててて民の皆様を見守っいいいただいています例えば新聞や郵便物がたまっている時高齢者の皆様の安否確認をしていただいたりまたそれに、えー、先立ちまして三鷹市では安全安心パトロールも市民の皆様や事業者の皆様に進めていただいて安全安心のまちづくりも えー、さらに前進をする年になると思います、はい、またコミュニティスクールを基盤とする小中一貫教育もコミュニティ創生の大切な大切な力となっています,うそうです、ね、市長のお話を伺っておりますと三鷹市政の確かな歩みが今年も着実にというふうに改めて実感させられますが、はい、平成26年のキーワードはいかがでしょうか。そうですね 私たちはこの三鷹市という地域で命が生まれそして育まれまた学び働きさまざまな活動をしていただいていますそしてご長寿の皆様が人生最後まで心豊かにお健やかに過ごしていただきたいとそのように願って三鷹市政に取り組んでいます。えー、その意味で 平成26年2014年改めまして「命を大切に」ということをキーワードに三鷹市政を進めていきたいと思っています。実はおかげさまで三鷹市ではこの頃合計特殊出生率すなわち一人の女性が一生涯にわたって産む子どもの人数が統計的ですけれども増えてきているんですね。 えつい最近も市長さん私は3人目の子供を産みましたよ三鷹市は子育てしやすい市だからと言っていただいてとても嬉しかったですまた小学生のお子さんからは三鷹市は地域の皆さんと挨拶して元気に過ごしていますよと言っていただきましたまた中学生の皆さんからは中学生になるとコミュニティスクールの ちょっと先輩になるので小学生の運動会やおもちつきがあるとボランティアに行ってるんですよと元気な声を聞きましたまた長寿の皆さんにお会いしますと三鷹市は一りぼっちでも夫婦2人でも元気に過ごすことができるんですよ。地域のの民生児童院の皆さんや あるいは社会福祉協議会のほのぼのネットの皆さんが声をかけてくれるんですと言っていただきました命を大切にということで言いますと今年は平成25年もあの進めてきましたが認知症に優しい街三鷹の取り組みも進めてまいります長寿化をまあ私たち喜びたいんですが長寿になるとどうしても認知症の方も増えます でも、認知症について私たちが学び、そしてお医者様に適切な治療をしていただき、日常生活を支えれば、生きがいを持って過ごしていただくことができます。命が生まれ、命が育まれ、そして命が学び、そして支え合い、長寿を元気に過ごしていただく三鷹市は命を、 大切にすする市でありたいいと思います医療機関や福祉の団体事業者そして学校や地域の町会自治会そして地域ケアネットワークの皆様と共に支え合いながら命を大切にする年にしていきたいですね。はい 私たち一人一人の命を大切にそんなまちづくりを今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、おかげさまでですねこの4月にはまた新たに保育園園も2開園いたしますそして平成26年度になりましても待機児解消とそして質の高い幼児教育保育を進めるために子ども・子育て支援にも 一生懸命力を入れていきたいと考えています、はい、命を大切にご一緒に皆様この町三鷹を豊かな市にしていくために皆様のご参画を平成二十六年、二千十四年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました